委員長がどうするかの問題だと思います。米国の NRC であれば、本当に大勢の人からですね、話を聞いて必要なものは規制の中に取り入れていくということをやってるわけです。さらに言うと、規制庁を通さないと委員に入らないなんていうのは本末転倒で、規制委員会が要求しなければ、規制庁がアクセスできないっていう仕組みの方がですね、民主的なんだと思います。まさに門の前にですね、ドンと立ちはだかって、委員にですね、2007年の、中越沖地震で火災事故が起きた時、何があったのか、どこが問題だったのかすら伝えさせないっていう、こんなことで安全行政ができるのかなっていうのは、私は極めて懐疑的です。最後なんですけども、8月28日のこれも、田中委員長の定例会見での発言ですけれども、実際に福島の佐藤知事とは田中委員長はお会いしたということで、これについて、これは大事なことだからお聞きするということです。お先生について言いたいことがあるので会うということなんですけども、で中身にや状況による必要な時には会うとおっしゃっていて、これはちょっと解釈するチャレンジを返すと、別の見方をすれば、新潟には会う必要がないと言っているようにも聞こえたりはするんですけれども、これに対して知事の考えに対する受け止めです。我々技術的なところと本質的なところと両方質問出してますが、答えられないんですよね。後ほど見ていただくと分かるんですけど、まともな答えは返ってきてないわけです。答えられないから、会いたくないんだろうなというふうに受け止めざるを得ません。新潟放送ですけど、この中は現場の話になると思うんですが、これまで新潟に注目をされなかったようなメディアの人たちからもですね、受けるような事態になっておりまして、こういった事態を、